ゴールドといえば金、札束風呂を夢に掲げる人がいるじゃないですか。あれ、約14億必要って知ってましたか？現実ってつれー。どうもどうもー、札束風呂に入ることが目標のアベルデイエス、みたいな、コントの入りみたいじゃなかった？だとしたらつかみは最悪だよ。ちょっと笑いのセンスが足りてないやで。それで、この一面黄色の場所は何？うむ、今回やっていくのはゴールドパズルというマップ、金ブロックの謎を解いていくマップなのだ。わぁ、すごい意味がわからないマップだー。わかんないなら早速始めますか？始めちゃおう。チュートリアルを完全に理解してゲームをスタートいたします。何一つ読めてないんだよな。どういう感じに謎を解いていくんだ？ふむ、とりあえずチェストの確認。ははん、こいつをうまく使えということだな。斧を見ただけで全てを理解してるやで。あ、金ブロックあった。この金ブロックに対して何かをしたらいいのね。まずは周りの探索と行こうか。はいはい、醸造台がありまして、その反対側には金床が置かれてまして。クリアした。はぁ、いや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 、何がどういうこと？斧も醸造台も金床も全く関係なかったやで。そう、それらのものを見ただけで勘違いをしていた。ブロック越しでも金ブロックに触った判定だったみたいです。なんだよそれー。なるほど、どうにかして金ブロックに触れたらクリアってことなのか。あーん、見えない壁に拒まれるー。いや、どうしたらいいの？上からは絶対に行けないようになってる。つまり上じゃなく、下から行けばいいんやで。おいおい、そんな答えをよく導き出したな。えへへへへー。下から行くって言っても、どうやって下から行くのよ。深さ1マスじゃ水にも潜れないし。潜れたよー。マジか？一箇所だけ半ブロック凹んだ場所があったね。これで下からの潜水も可能。1マスの深さを泳げるって意外と便利なんだね。これで次のステージに進める。金ブロックちゃん、触れちゃったね。ここから始まる金ブロックとのラブストーリー、絶対に見たくねー。それで、今度は真ん中に金ブロックがあるみたいだけど、こんな薄い壁で私と金ブロックの関係を封鎖できると思ってるの？いや、普通に無理じゃね？うん、どうあがいてもこの壁は越えられない。完全に積んでるね。突然始まる金ブロックとのラブストーリー、かん。あ、でもシュルカーボックスがあるよ。この中にこの状況を打開できるアイテムが入ってなかったです。マジで手がかりが一つもないじゃない？でも、ここの壁のシュルカーボックスだけがなぜか立て置き。確かシュルカーボックスってアスレチックでも使われるブロック。そうか、こいつに登ってガラスの壁を越えるのか。謎は全て解けたやで。あとはこのシュルカーボックスを登っていくだけ。登って、行く。全然登れてないやで。だってシュルカーボックスのアスレとかほとんど経験ないですもん。あがが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 。よし、とりあえずシュルカーボックスのアスレ動画見てこようか。ふふ、やり方さえわかれば簡単なのだよ。ジャンプをした後にシュルを開けるだけ。おお、本当にできるようになってる。この四隅のどこかにヒントが隠されてるのかな。まあ、まだシュルがあるってことは伝っていくのみだ。大丈夫かな？何も面白くないからな。あの部分で何回もやり直しになりそうだな。いえいえ、安心してくださいって。同じ場所で何回も。失敗を繰り返すわけが。ないんですよ。あかーん、無理だ、ピエーン。アベルが狂っちゃったやで。ああ、やっぱりここで詰まるのか。でもアベル、だんだんと確実に上手くなってきてるよ。本当に？アベルさん上達してる？してるしてる。めっちゃ上手い。アベルさん頑張ればクリアできる？うんうん、余裕でできちゃうね。つまりアベルさんが世界一かっこいいってこと？うるせえよ、早くやれ。はし。そもそも、なんで左に行こうとしてるんだ？そこから右のガラスにジャンプしたらいいんじゃないか？いや、多分いけないように作られてるんじゃ。いやー、いけるのかよー。やってみなきゃ結果はわからないんやで。はさっきまでの苦労は何だったんだ。それで、何をしたら。あ、地面のブロック。やったやった。これでガラスを飛び越えられるよ。長く険しいシュルカーボックスとの戦いだった。しかし、その先にあるのは金ブロックとの再会。待ち焦がれた金ブロックの愛はどんどん膨らむばかりやで。いやー、それにしてもうまいこと作られてるよね。一つ一つのステージがしっかりと考えられてる感じがする。わかる。完成度高いよね。すっげえ一面蜂蜜満載だー。これは蜂の巣の中？体中ベッタベタになりそうだな。またしてもチェストの中にはアイテムが入れられてある。こいつらには使い道があるのだろうか。絶対にアイテムを使うってわけでもないみたいだからね。てか、金ブロックはどこ？うむ、先に愛しの金ブロックを探すとするか。いやいや、目の前にあるじゃん、楽勝かよ。何よ、ボーナスステージだったの？あれ？
これ、ネチョネチョしてジャンプできない。ジャンプできないよー。これだけマイクラやっててなんで蜂蜜の仕様も知らないんや。そうよアベル、これぐらい知ってて当然よ。いやアテネも絶対知らなかったよね。どうにかしてジャンプができる方法があるのかしら。ネバネバを無効化できるアイテムがあったりする？どうなのよ。どうなのよと言われましても、メメさんどうなんですかね。ググレカスやで。さすがにお手上げだったので、攻略動画を見てきました。というか、知識的にも攻略見ないと多分たどり着けなかったね。昆布ブロックとか初めて焼いたし。そう、まずは砂を焼いてガラスを精錬します。で、ガラス瓶を作ってその瓶で蜂蜜を摂取しますやん。まさかこんな方法で砂糖を生み出せるとは。これで、スピードポーションを作るってことね。いやいやいや、あのアイテムを見てこの行動を取れる人が世界に何人いるだろうか。蜂のアップデート情報をしっかり知っておけば導き出せた答えやで。あはん正論。まあ、これでこのステージの謎は解けたね。いや答え見たんだけど。結局夏休みの宿題も答えをすべて写して終わらせるからね。しかし数学、お前は許さねえ。答えに途中式は載ってないからねえ。そもそも答え丸写ししてんじゃねえよ。いやでもおかしいと思いませんか？夏の休みと書いて夏休み。なのにその休みの期間中に課題を出すなんておかしいと思いませんか？そうだそうだ、心身ともに休ませるやで。確かに、それは一理あるね。そしてグロウストーンを加えることでレベルアップ。ごきゅごきゅと美味しくいただきまして、金ブロックの元へと全力でジャンプをするだけ。えへへ、スピードも上がればネバネバを強引に突破できるってことか。考えて作られてるなぁ。さあさあまだまだ続くよステージ5。ドラウンドさん、お出迎えアザース。時が、止められてる？あ、次のお題は金ブロックに触れるんじゃなくて、クラフトするっていうお題になってるよ。なるほど、自分から会いに行くのではない？あちら側から来てもらうってことか。追うだけじゃなくて待つことも大切なんやで。でも、この中に金鉱石があるわけじゃないのか。他にもチェストが隠されてたり、しちゃったりなんて、しちゃうんだよなこれが。しかも金鉱石が入ってるよ。これを焼いて金ブロックにするだけでいいんだ。あら、意外と簡単だったわね。これで金鉱石が精錬されるのを待つのみ。足場ブロックって燃え尽きるの早いイメージだったけど、意外とそんなことないんだね。へへ、こいつの底力を舐めないでもらいたいね。こいつだってやるときはやる男なんやで。男だったの？他のアイテムは特に使い道なさそう。いや、このダイヤの剣。ドラウンドを切りつけるのにうってつけだと思わない？うわぁ、無抵抗な相手に最低やで。でも、倒しても復活するよ。確定で湧くように設定されてるんだね。ひたすら殺されるように。え？いやいや金インゴットさん。ドラウンドって金インゴットドロップしたんだ。まさかアベル、それを知ってて？疑って悪かったやで。ももちもちちもちろろんろん知ってましたけどね。知らなかったやつだこれ。なんとなく殺してただけやでこれ。でも、金鉱石がなくても一応この方法でもいけたってことか。いやいつまで殺してるんだよ。ほえ？あ、一つだけ精錬できてない。なるほど、本当だったら一つ足りない状況になってて、その後にドラウンドからのドロップを狙うって流れだったんだ。しかしその結果を先に導き出していた。これは天才以外の何者でもないですよね。お前はただのドラウンドを殺し続けてたサイコパス野郎だよ。